100種類以上、さらにお気に入りの素材や柄を読み取って年賀状を作れる機能などが盛り込まれていて、この作成ソフトは無料で利用できます。グラグラは追加市場に2年前に本格参入しましたが、市場シェアはキャノンとエプソンの2社で8割を占めています。グラグラはまず年賀状作成機能で付加価値を高めてシェア拡大を狙うといえるものです。ネタの種でした。さて、茂木経済産業大臣が福島第一原発の汚染水対策に国が主導する姿勢を改めて示しました。この人をお伝えします。問題なく、問題なく、皆さんおめでとうございます。知らない人は問題なく。